畑小学校の中休みです。畑の庭で子どもたちが走り回ってます。芝生のコンディション自体は決して完璧にいいとは言えませんけれども、だいぶたくさんの子どもたちが靴のままですけれども芝生の上でボールを蹴ったり走り回っている姿は癒されます。新学期が始まって子どもたちに庭を使ってもらえているみたいです。以上報告です。